こんだけ元気に動いてる姿が見れるのはなかなか水族館でもないと思う。すごいな、バイガイ。今回の注目商品キーワードは愛知県の県魚。こんにちは、ウォケンです。注目商品の答え合わせは動画内で行いますので、ぜひ注目商品を予想しながら最後までご覧ください。このチャンネルでは主に一色魚村の最新情報を投稿しておりますので、チャンネル登録と動画の保存をおすすめいたします。それでは一色魚村へ行ってらっしゃい。今日もエビフライ、エビフライいいね。エビフライが400円のものと500円のもの、サイズ違い。コチの天ぷらと本ゴチの天ぷらとカレーの天ぷらと生鮭フライ、三島おこぜがあって鴨の天ぷら、キスの唐揚げ、これいいな。結構キスの唐揚げ、の唐揚げね、これいい感じ。アイゴの天ぷら、ニギスの塩焼き、アナゴそぼろ。ニギスの塩焼きもね、結構これもうまいんだよね、ニギス塩焼き。スルメイカお刺身、塩辛 OK、 1500円ね。スルメイカ3杯と4杯とあるんだね。イワシ1皿600円、イワシだいぶ大きくなってきたな、サイズが。結構いっぱい入ってる、イワシ600円。結構ね、いい感じだなね。え、5杯入っとるのこれ、5杯ね。ズワイガニが5杯で1200円、めちゃ安だね。5杯、1、2、3、4、5、ね、1、2、3、4、5、5杯入っていて1200円で生きてますよと。骨切りのハモがある、ハモ、骨切り、骨切りハモいいじゃん。1皿800円。骨切り状態で売ってるのはいいな。ここだったら常に買えそうな感じするな。ハモ1皿800円。結構いっぱい入ってるな。メゴチ1皿800円。すごいな。かなり大量だな。30匹ぐらいありそうな、そんな感じがするな。メゴチ1皿800円。すごいね、この量はなかなか圧巻だね。アサリ1皿500円からと。わー、めちゃめちゃ生きがいいな。すごいな。あ、この鮮度感はやっぱり市場ならではだな。身入り結構良さそうだね。すごいな、めちゃめちゃ元気だな。すごい元気いっぱい。あ、身入り良さそうだな。すごい、ハマグリでかいな。めちゃくちゃでかいな、ハマグリ。めちゃくちゃでかい、相当でかいよこれ。横に見えてる大アサリが小さく見えるレベルででけえ。このハマグリは相当大きいな。1皿2000円。大アサリそんな小さくないよね、まんまだよね、普通ぐらいだよね。大アサリが1皿1800円。これもまあまあ大きいけど、横にこの巨大ハマグリがあることによってね、小さく見えちゃうという。結構いい握りしてるよ。
腹が閉まらんもんな、うん、これいいんじゃないかな。大あさり一皿1800円。今回もあります、訳ありの干し白エビ100円。100円はマジですごいよね。小さいって言っても別にね、混ぜて使う分なら何の問題もない。干し白エビ100円。しらすどれでも500円。しらすこれがどっちを選んでも500円。鮭のカマ1パック400円。もう絶対に間違いなく美味しいやつ、銀鮭カマ。焼いてほぐして鮭フレークにするのが使いやすいかな。銀鮭のカマ1パック400円。どれでも1袋500円。いろいろあるけどこれがうまい、柔らかアナゴのちぎり焼き、これがうまいんだよね。めっちゃこれがいい、めちゃめちゃうまい。そう、ありがとうございます。マンダイの切り身、今日はここにあるんだな。マンダイ1パック500円。マンダイもだいぶ少ないね。もうあと残り2パックで終わりかな。まだある。マンダイ作るだけ。ああ作ればあるのか。マンダイ1000円かかる。ああなるほどね、マンダイ1パック500円。アジの干物が1パック500円。1,2,3,4枚入ってるかな、アジの干物。めちゃくちゃ食べやすいんだなこれ。アジの干物が1パック500円。今日もあります、ハマグリの詰め放題1回500円。あ、値段が変わってるけど粒がでかくなってる。ハマグリの粒がでかくなってるわ。500円に値段が変わったけどサイズ感がだいぶ違うな。ハマグリ詰め放題1回500円。惣菜関係が4種類、バイガイ、ウンネ、牛すじ土手に、いろいろケースの中に入っていて、手前に試食コーナーがあるのでこれをね実際食べてみてお好みのものを買ってみてください。いろいろ惣菜関係各種4種類。はい、いらっしゃい。ハマグリこっちが単品で売ってる方で1皿700円、1皿800円、1皿1000円と、1000円のものは相当でかいな。かなり大きめ、ハマグリ1000円。わー、ハマグリやっぱいいな、安くなってきたな。だいぶバイガイは1皿800円。あーバイガイ綺麗だな、うん、身質もいい感じ、うん、粒が大きい。ハマグリ1皿800円。コンニシガイは1皿500円。普通に茹でるだけでも美味しい貝、塩茹でがいいかな。貝の入り口があんまり赤くないから赤にし貝とは別の種類かな。本にし貝、本にし貝が1皿500円。ニジハタ1匹7500円。めちゃくちゃ両個体。あーすいません、お邪魔してます。キジハタすごいねこれ。
中で締めた。うん、立派な個体だね。やっぱ立派だわ、地肌。らしいです。逆に私、あの OK さんとかとか詳しいかなと思って。いやもう分かんなかったから、これなんだろうみたいな。なんかね、ドンチッチ味っていうんだって。あ、ごめんなさい、っていうブランド名なんだね、ドンチッチ味。多分なんか九州だから、さっきヒロちゃんが。あ、ごめんなさい。あ、いえいえ。イサキ1匹2200円。それは島根。あー、すごいね。あ、書いてあるわ、JF 島根って。池締め定置網、イサキ1匹2200円で、2匹だと4000円。わー、カグ付きだもんね。すごいわね、めちゃくちゃ綺麗。車エビは12匹で1000円ということで、1匹100円以下になるのかな。このサイズの車エビが12匹入って1000円、1匹あたり80円ちょっとっていうところかな。車エビ12匹1000円。ちょ、ありえん。値段設定間違ってないかな。大特価だけど、生き車エビ25本で1000円って、これ1匹40円になっちゃうよ。めちゃくちゃ安いことになっちゃうけど、これ大丈夫かな、車エビ25本で1000円。伊勢エビは1匹5100円。あー、立派だね、伊勢エビ。まあ、こうやってね、イカシが見れるのもまた映像として素晴らしい。伊勢エビ1匹5100円。左が1匹80円ぐらいで、右が1匹40円ぐらい。すげえ元気だね、すごいね。息の良さがやばいね。さすがだな、これすごいわ。いいですか、すいません。はい。キジハタ1匹2500円。神経締めもしてくれる。わー。昨日中サイズだったけど、もうなくなっちゃったのかな。あ、そう。はい。すごいね、綺麗だな。なんか毎週、最近毎週キジハタ。そうだね、ここ最近キジハタ多いね。はい。あー、かっこいいな、キジハタ。1匹2500円。神経締めもしてくれるお魚。いろいろなエビ、赤エビ、甘エビがあって、そして各種エビが勢ぞろい。値段と種類がいろいろ。うん、やっぱ、元気もいいし、身入りも結構いいなぁ。あ、出せ出せ。すだれ貝一皿600円。すだれ貝、中身が見えるかな、こう赤色の身をしてる。すだれ貝一皿600円。すだれ貝糸より貝2匹で800円。なんかかなり太ってる糸より貝だな。糸より貝養殖で使われることが多いかな。2匹で800円。すっぽん1匹1500円から、このサイズが1500円。少し大きくなって1匹1800円。でさらに大きくなって1匹2000円のスッポン。大きさ違いで一番最安値が1匹1500円。ハモ1本500円。ハモの値段がだいぶ安くなってきたな。1本500円。これぐらいのサイズ感が買いやすいかな。
鴨が1本500円。うるさー、それじゃあもう一個。うるさー、もう一個。失敗1800円、ちょっと大きくなって2800円。でたくさん入っているものもあって、これのも3000円で売ってます。これとこれ、ツナジのお寿司、これが結構人気なんだね。エビのお寿司1パック700円。これいいんだよな、このエビの寿司、700円。赤イカのお寿司が1パック500円かな。3600円。赤イカと思われる。お寿司、柔らかいお寿司500円。今が旬、本日の一押しはキスのお寿司。キスのお寿司が1パック500円。キスの寿司、あー綺麗に作ってあるな。キスの寿司、本日の一押し。マアジのお寿司も今が旬ということで、マアジのお寿司1パック500円。あ、これはキスかな。マアジ、あ、ちょっと少ないな、400円だな。マアジのお寿司1パック500円。数量限定焼きサバのお寿司は1パック800円。人気がめちゃくちゃ高いこの焼きサバ寿司、1パック800円。つなじさんの卵焼き1パック350円。そのまま食べても美味しいし、ちょっと温めてもうまい。つなじの卵焼き1パック350円。三河の本アナゴ、大アナゴ飯。先週より見た目が良くなってる気がする。彩りが鮮やかに、あのタレをたくさんにしました。なんかこれ錦糸卵とか大葉とか入ってなかったような、入ってたかな、覚えてないけど、でもなんかすごい綺麗になった気がする。アナゴ飯600円。あーちょっと表で見えないな、ちょっと見えづらいな。イカ飯600円。梅貝煮付けが1パック600円。味付け済みだからそのまますぐに食べられる商品。梅貝の煮付け1パック600円。最近赤シャエビが多いな。赤シャエビ小さいものというか少ないものが500円で、大きいものが一盛り1000円。これはかなり粒がでかいな。この赤シャエビは相当いいんじゃないか。これが一盛り1000円の赤シャエビ、これ結構いいな。梅貝一皿500円。水槽に入ってるのでね、元気だな。あー動いてるね、梅貝一皿500円。あーやっぱ元気のいいやつを選んだ方がいいな。梅貝一箱500円。お刺身でも食べられるキス一皿1000円。本日入荷 1,2,3,4,5,6,7,8 匹ぐらいかな。8匹ぐらい入って1000円キス、いい感じだな。仲良し水族館だったかな確か。すごいね、もうこれが三ツ矢水産の看板キャラクターになりつつある。仲良し水族館、三ツ矢さんのインスタグラムのリンクもあります。三ツ矢さんの干物各種、巨大金目鯛、マダイ、こっちに行くとこの城、
ちもち、えそ、そしてアジの干物。アイゴがあるじゃん、アイゴ、ね、みんな知らんよ、ねえ、あんまり知らんよね、アイゴ。3匹入って400円。あ、でも背びれ抜いてあるじゃん、ちゃんと取り出してある。だけど日本人の人はね、あんまり知らんだわ。そうだね、すごいね、そこまで処理したの珍しいな、スタビラのね。はい、三振ちょっと盛り500円。こういうのもあるよって。そうそうそう、こういうのもあるよってやつね、取るよ。安いのも取るよってやつやな、はい。そうね、これね、うん、安いのも売ってるよってね、うん、高いもんばっか売っとるじゃないよそうね、うん、確かに安いけど安いもんも売ってる。そうそうそう、500円に直すでいいやん。1箱が200円、1,2,3,4,5,6,7,8,11匹かな。これでいくと市場から直送でこう置いてあるってやつだね。え、そうだよね、うん、こういうのが市場ならではだね。いや、そうだね、そうだよね。こういうのやるとちょっとすごいな。本マグロ、大間の、あ、大間の隣、隣なんだ。大間のマグロかと思ったら、大間の隣のマグロ。まあでもかなり立派だよ。1匹で3万円するけど、相当立派な個体。まあ正直だよね。大マグロ、大間の隣って書くあたりね。ああ、立派立派。すごいね、立派なマグロ。入梅イワシ、梅雨入りの時期のイワシはうまい。入梅イワシは1皿400円。本マグロどうですか。イワシ400円、いいな、イワシ。マグロの本マグロですよ。サバでかいな、めちゃくちゃでかいけど、これ映像で多分伝わらないんだよな。どう、サバ、サバでかいよね。何センチあるの、うん、45センチぐらいありそうなサイズ感だな。まあ、センチは分からんけどね。え、相当大きいね、これ。そうそうそう、映像で伝わるかな。どうか、でか、すごいね、これ。あ、アジどう、アジ、アジ、ひと山500円。うん、アジくらいにちょうどいいサイズ感だな。もう調理してるんで、うん、アジ一盛り500円。どうか、結構綺麗だな、アジ。イカもあるし、そうか、一盛り500円。7匹入り500円か。2匹入り700円と2匹入り1300円。サイズが違うな、だいぶ。1300円のがお得だろうな、これだったら。アマダイ2匹で700円と1300円。マツカサ揚げが有名な食べ方のアマダイ2匹で1300円。安いものは2匹で700円。お得セットがあるじゃん、お得セットが全部入って500円。これめちゃ安だな、やっぱり。カサゴとカイワリと、これはサバかな、なんだろう、なんかいろいろ入ってる。この大きな何かな、サバっぽくも見えるけど、サバじゃないようにも見えるな。これ全部入って500円。赤西貝と白800円。赤西貝の特徴はこの赤色だね。800円、結構量入ってるね。赤西貝、このヒラヒラは卵らしいね。うんって言ってた、卵らしい。これ赤西貝は800円。アサリ1箱1300円。アサリ、夏場はね、あんまり食べないって言ったな。まあ、夏味噌汁とかね、あんま食べないらしいので、アサリ自体が需要が減って値段が安くなる。
アサリ一箱1300円。岩牡蠣めちゃくちゃでかいな。すげえでかいな。このサイズ感伝わるかな。このがわかるか。岩牡蠣でっけえな。岩牡蠣1個900円。時期によっては1000円近くそうだな。1000円超えるな。岩牡蠣1個900円。鳥貝、前回買った鳥貝かな、多分。結構これ美味しかったな。1パック1000円、鳥貝。これ良かったな。甘みが強くて美味しい。車の ちょっと頭が鳥貝が1パック1000円。トロサーモンは1パック700円。トロサーモン。いやもう見た目もう普通に美味しそう。トロサーモン、わあいいね。刺身もねよく見えるな。わあいいね。トロサーモン1パック700円。マグロの漬け1枚300円。これがうまいんだよな、このマグロの漬け。1枚300円。これ美味しい。最近爆売れ中のこの白8枚500円。味付け済み、もう酢にも使ってるからそのまんま食べれる商品。これが8枚入って500円。この塩の水漬け。これってあの冷蔵庫入れた方がいい。もう冷蔵庫に入れちゃうかも。これか赤い魚って釣りの紅アコウダイ1匹5000円。紅アコウ、これか。これはかなりの上物じゃないか。めちゃくちゃ綺麗じゃん。紅アコウダイ頭だけでも相当でかいな。クロダイはこれはどっちの金額なんだ。1500円かな多分。クロダイ、あーなるほどね。尻尾かな。クロダイ多分ね。クロダイ1匹1500円。1200円だよ。車エビ1皿1000円のものと1200円のもの。これだけ見たら1000円の方がお得な感じするな。そんなサイズ感も変わらないし。車エビ1皿1000円。うん、いいな、綺麗。車エビ鏡鯛と的鯛のセットが1皿300円。右に奥に見えるのが鏡鯛、手前に見えるのが的鯛。鏡鯛と的鯛のセット全部で300円。福岡屋さんの倍買めちゃくちゃ息がいいな。動きがすごい。わあすごいな。これだけ息のいい倍買ならいいな。よう動いとるわ。息がめちゃくちゃいい。バイガイこっちにもある。おー元気いっぱいだな。すごいなこのバイガイ。元気いっぱいのバイガイが1箱500円。この状態で見ないんじゃない。やべえすげえ安い。これカニいろいろセット、カイカムリと台湾ガザミと、あとこれ何だろうな、赤色のやつ。島ガニか、島ガニじゃない、何ガニだろうこれ。でもめっちゃ安だな。1,2,3,4,5匹入って600円。これ超安い。これいいな。カラッパ1匹200円。うんすごいね。カラッパこれは可愛いよね。カラッパ1200円。見た目がね、めちゃくちゃ可愛らしい感じ。カラッパは1匹200円。
300円コーナーはパラッパもいるけど、これカニカムリだな。これ結構珍しいカニでかなり美味しいカニ、カニカムリ。これお得なんじゃないか。1匹300円、パラッパでもカニカムリでもどちらでも300円。紫ウニ1個100円から購入可能、100円のものと、手前に見えるのが佐久島産の紫ウニ、こちらは1個200円。握りの状況としては2本があるな。ウニの握り、今のウニの握りの状況が大体こんな感じ。あー、まあまあ入ってる方かな。ウニ1個100円から。松島産の天然岩ガキが1個1000円。平べったいものが多いからかなり物はいいんじゃないかな。松島産の岩ガキ1個1000円、これいいな。結構見入りよさそう。深谷さんの干物各種、小イカ丸干しは1パック300円、マダイ中骨抜いてある状態で1パック200円で売ってます、骨が抜いてあるのは良心的だな。マダイ、そして小イカ、三島おこぜ1皿300円。三島おこぜ、お刺身、煮魚、唐揚げ、焼き魚。三島おこぜ、さっぱりした味なのでちょっと濃いめの味付けがおすすめ。三島おこぜが1皿300円。おかえりなさい。一色魚村いかがだったでしょうか。注目商品キーワードの答えも分かったかと思います。今回の注目商品は車エビでした。今回の撮影ではなんと1匹40円という破格の価格帯で販売されておりました。普段は高級な車エビ、このチャンスにぜひお試しください。それでは最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さん、グッドラック。